そして日向坂野球部のエース山口は、肉 10g 増量です。テレビを気にしない異様なまでのクイックモーションを披露し、大量のお肉をゲット。さらにすでに 190g お肉を保有している東村は、1投目を床に外したものの、肉 30g 増量でございます。肉 30g の増加に成功。そしてコイン3枚を保有する斉藤京子は、なんとまさかの2投連続で大外れ。果たしてこのまま終わってしまうのか。自分を信じて。もうな、回して300万回してないって回してもらわないと投げろ回してもらわないと